せっかく山口さんがいらしたからウクライナちょっと聞きたいんですけどね、はいはい、もう戦争終わらないと、うん、まずアメリカとそのドイツの戦車供与、はい、これどうなんですか。これアメリカの戦車はなんか非常に使い勝手悪いというふうに言われてますよね。そもそも、うん、戦車あげますって言って、うんうん、そのチョロ級じゃないから、うんうん、これまず訓練しなきゃいけない、ね、数ヶ月かかるんですね。そうですね、あのレオパルトもそうなんです、はいはい、それ今 iPad みたいなのが乗っかってて、その、もういわゆる中央制御してます、ね、うんうん、しかもリンクするんですよ外と、はいはいはい、それで単体の戦車としての操縦のほかに、うんうん、中央指揮所との更新ができるのが最新の戦車なんです、うん、だからこれ簡単に使えないものじゃないんですよね、うん、半年ぐらいかかるの訓練に、数ヶ月って言われてます、ね、数ヶ月3ヶ月から、はいはい、まあ、ね、半年に入ってる、うんうん、それで例えばアメリカの戦車もそうなんです、うん、そうするとこれを軍事教練して使えるようにしてたらもう秋とかになるんですよね。まあそうですね。でしかもドイツって14両、うん、これ戦況を変える数字ではないんですね、うん、だからそれを使えるようになるまでにロシアは総攻撃を仕掛けるでしょうと言って国民動員をしてみたり、そういう流れになってますよね、うんうん、だから結局戦車の供与で戦争を終結させる方向ではないっていうことだけは明らかなんですね。なるほど、なるほど。長引かせる方向であるだけなんです、ね、うん、ただ一つは、うん、例えばポーランドみたいなところはね、はい、確かレオパルト200両ぐらいあるのかな、うん、そうするとそれを全部供与しますって、これは戦況変わりますが、うん、これはその南部だけじゃなくてドンバスの方も変わるかもしれない、うん、でもドイツはそれは認めたんですよね。ドイツが出してしまえば、うん、あとはもう数の問題ですよ、うん、ドイツがいいって言わないと、そうですね、他が持ってるレオパルトは出せない、出せなかったです。だからレオパルト今まで3600両ぐらい生産したうち、ドイツは1割しか持ってなくて、うん、大体ほとんどヨーロッパのあそこら辺が持ってるんですよ。あるわけですね、うん、でスウェーデンとか、はい、うん、ポーランドが供与するって言ったら、うん、100両単位になりますからね、はい、今全部合わせて100両いかないと、うん、これさすがに広い国土をね、うん、戦況変えるってことにはならない、うん、ってことはね、例えばハイマースとかレオパルトとか M1 エブラムスを上げるというのも、うん、もし本当に勝つつもりだったら最初からいっぱい上げればいいんですよ、アメリカなんて、うん、はい、あれ始まる前から上げてたら戦争起きてなかったわけでしょ、うん、ってことは戦争を始めて長引かせてハッピーな人がいて、うん、それがバイデン政権、うん、あるいはドイツの場合はね、ロシアと決定的にその対立したらこの天然ガス入ってこなくなるよという問題が抱えてるから、うんうん、要するに戦争は長引く方向で動いちゃってるということが間違いないですね、うんうん、終わんないですか。じゃあこれは終えたくなければ、だって負けそうな方に兵器を上げればいいから、うんうん、なるほど、うん、これ戦争ってずっとそうだったじゃないですか、うん、まあ、長期化ですね、うん、プーチンが辞めるっていうまで終わらないわけですから、うんうん、あるいはプーチンが、ね、うん、なんていうか殺されるか、うん、力を失うかするまでな、はい、うん、俺はましかしウクライナのその人たちが気の毒だね、これ。じゃあそうですね、うん、ちょっと暖かいらしいですけどね、ん、日本は寒いですけど、うん、ウクライナはちょっと、うん、例年よりね、ちょっと例年よりはちょっと暖かいらしいですけど、うん、もうあれインフラがないですから ね、うん、ね、電気もガスも止まってる地域がいっぱいあるわけですから、うんうん、でもデヴィ夫人が言ってキーウが全然普通だったって言ってバラしちゃって、うん、結構話題になってますけどね。普通なとこにしか行かなかったじゃないの。まあそんな危ないとこ行けませんからね。行けないからな。ただインフラが稼働してたって言っちゃってるから、なるほど、水道も電気も来てましたって言ってたから、うんうんうん、